私から2点ご報告がございます。1点目でございますが、昨日熊本県を震源とする地震が発生をいたしました。亡くなられた方のご冥福をお祈りさせていただきたいと思います。ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げる次第であります。また被災されたすべての方々に心からのお見舞いを申し上げます。まあ、この地震により農林水産関係の被害状況につきましては、発災直後の昨日、私の方から九州の政局長に対し災害対策本部を設置しするように指示をいたしました。まず心配をいたしましたのは、ため池やダム等の決壊がありますと二次災害が起きるものですから、まあ、そのことへの対応をしっかりやってほしいという要請をいたしました。まあ、今のところ大事には至っていないようでありますが、引き続きしっかりと調べさせていただきたいというふうに考えております。農林水産省といたしましては、本日私を本部長とする農林水産省緊急自然災害対策本部を設置をさせていただき、被害状況の迅速な把握と必要な対策の実施等を指示することとしたいと考えております。対策本部の開催につきましては後ほどプレスリリースさせていただきます。2点目でございますが、本日4月15日から5月14日までの1ヶ月間は緑の月間であります。緑の募金で防ごう地球温暖化をテーマに、緑の募金運動を重点的に展開をいたします。緑の募金による寄付金は森林の整備、緑化の推進、人材の確保など国民の自発的な森林整備活動に活用されております。この緑の募金が国民全体で森林を守り育てる運動となるように、国民の皆さんのご理解とご協力をお願いを申し上げたいと思います。私から以上でございます。管理者フジテレビからいつも質問させていただきます。はい、まあ、地震もかなり心配ではあるんですけれども、今日から TPP 特別委員会国家審議政治課という、はい、再開する見込みなんですけれども、今後の日程と含めて厳しい状況になるかなという感じがしているので、改めて TPP 協定及び関連法案について、まあ、本日特別委員会が開催をされ、審議が行われる予定でございましたが、震災対応等のこともございますので、開会してみないとどういう状況になるか分かりませんが、いずれにいたしましても今国会で速やかにご審議をいただいて、一日も早く成立をお願いをしたいと考えて、農林水産省としては引き続き内閣官房ほか各省とともに真摯にご質疑に対応させていただきたいと考えております。被災状況の各社さんお願いします。昨日自民党の方から指定団体の見直しに関する提言、大臣の方に出されたと思いますけれども、それを踏まえた今後の対応についてお考えを聞かせてください。先週の8日の日に、規制改革会議において現行の指定団体制度を廃止する旨の意見が、まあ、取りまとめられたことを受けまして、昨日自民党から不十分な検討状況の下で制度を廃止するという結論を出すことは受け入れられないとの申し出がありました。まあ、選挙は皆さんご承知の通り、たびたび申し上げておりますが、毎日生産をされる上に液体で腐敗しやすいものであります。また価格の高い飲料牛乳向けと価格が低い乳製品向けについて適切な調整がなされないと生乳廃棄といった事態を招きかねませんし、過去にもそういうことがありました。
まあ、このような特性がありますので、現在の指定団体制度が果たしている一つは、地域の酪農家を代表して乳牛メーカーとの対等な入荷交渉を行う、もう一つは効率的な収送入を行うことによってコストを削減をしていく、飲用牛乳向けと乳製品向けを調整すること等によって安定供給を図るといった、この機能はですね、非常に重要であると考えており、生産者や乳牛メーカーなど幅広い関係者の意見を十分に踏まえ検討していく必要があると考えております。まあ、農林水産省としては自民党の申し出を踏まえ、今後酪農家の所得向上につながるように経費削減や収送入の効率化によるさらなる合理化などに向けた見直しを行いつつ、指定団体制度が有する重要な機能が適切に発揮され、我が国酪農が長期的に発展をし、酪農家が安心して経営を継続できるように対応していくということが大事なことだろうと考えています。朝日新聞にもあったんですけれども、地震の関係なんですが、今現在入っている最新の被害状況とですね、今後もし把握していった場合にどういうタイミングで発表されているかという見通しについてそれぞれ教えていただけますか。まだ正確な情報は持っておりませんが、ただ私どもが管理をいたします一番大きなダムは熊本県と大分県境にあるダムが、まあ、一番大きい近く、地震が発生した地域からすると一番近いところになるんですが、まあ、ここは今のところ異常はないようでございますけど、今朝もう一遍確認をするということでございます。あと熊本県が管理をされますダム、ため池というのはかなりの数に上っておりますので、昨夜のうちに、九州農政局の職員を熊本県に派遣をいたしまして、でそこで、事情の把握に努めているところでございますので、できるだけ急いで被害状況をまとめさせていただきたいと考えておりますが、今やっぱり人命救助が最も大事なことだと思いますので、そのことに我々としてできるだけのご協力を申し上げるということだと思います。